はい、今日はヘリ止めの打ち方を紹介したいと思います。ヘリ止めとは、まずこういう飾りの頭とバネがつきます。こういうふうな円形水蓮にパパンと止めてパチッと止める、こういうイメージです。まずはこれの止め方を紹介します。これには専用の内ゴマが必要です。これがヘリ止めです。ヘリ止めにはチョボがついています。このチョボをこのゴマにセットします。それと今回はこの生地に打ちます。これをこう持ってきてこういう感じですね。はい、これで頭の部分は出来上がりです。はい、でこうしてこうですね、こう輪っかにしてパチッとこういうイメージになります。こういうイメージだから、これにこうバンドになってこういうふうに留めて、ここもこういう飾りですね。通常のボタンは丸ですけれども、こういう四角の可愛いデザインになります。